はい、どうもこんにちは、たけるです。今回はたけくらパート43やっていこうと思います。さて、前回はこちらの階段を作って、このお顔をね、もっと発展させようよってことだったんですけど、ちょっとまた違ったことをしようと思います。あ、うわうわうわはい、この下ですね、下、この前回モンスターの温床となっていたこの丘の下ですね、ここ。こうゾンビが湧いてるんですけど、ここをね、湧き潰ししてトンネルを作ろうと思います。トンネルね、向こう側につなげるトンネルを作ります。まあ壁もちゃんと整備していこうと思いますので、やっていきましょうか。それじゃあまず壁をどこまで作るかっていうのを決めましょうか。ここでいいかな、この高さでいいかな。しようかな、もう一マス行くか。将来的にはここに鉄道も通したいなと思ってるんですけど、なんで狭すぎてもダメですよね。スケさん来るか。うわ、いくら、あ、埋め立てたからか。暗っ。やば、ここ。うわぁ。待って待って、今無理です。はい、すいません。ほい。あ、無理。あー、最悪。もう最悪。どこ？どこ？あ、よかった。装備ないのに生きるわけないじゃん。ちょっと急げ急げ、やられちゃったよ。スケさんいないし、あ、いた。待って、あいつだけは倒してやろう。暗じゃん、ここ。なんか村人さんの数減ってないか、これ。増えてるはずなんですけど、なんか少なく見える。1,2,5 ゴーレムさんいっぱいだね。 1,2,3,4,5,6 ゴーレムが6体増えてんのかな。みんな家入ってんの。なんか村人さんが一気に減ったように思いますが、とりあえず丸石はね、いっぱい用意してあるんで使いましょう。鉄が欲しいね。鉄がないとね、困るね。寝ましょう。よいしょ。あれ、モンスターが近くにいる。困ったな。上行こう。上で寝よう。これいいか。モンスターどこにいるんだろう。村人さん中にいるのかな。めっちゃ少なく感じる。よいしょと。つながった、すごい。つながりましたよ。やったね。あとはここだね。ここをどう してかっこよく見せるか。ここで登場するのが石レンガでございます。なんか形がおかしい。こうか。
微妙だけど、まあ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 、ここからまた修正加えていくということで、はい。ダッサ。ちょっとダサすぎるわ、これ。こっちの方がまだマシかもしれない。これでいこうか。で、ここの土ブロックも全部丸石に変えておきましょうか。よいしょ。よし。こちら側も同じようにやっていきます。おっと、あそこクリーパーいるぞ。ここもモンスターの温床か。ちょっとここまた何とかしますね。とりあえず掘れるものは掘っておこうか。よし、とりあえず今回は開通ということでこの辺で終わろうかな。またこのトンネルはちゃんとね、装飾とかもして綺麗なトンネルに仕上げますので、また今度かな。いつやるかわかんないですけど、また今度やります。というわけで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、たけるでした。バイバイ。